アニクエラボどうしたの？もうさ、メイン MC 声入ってない。マイク忘れた。本当最初のこっちは忘れなかったんだけど、最初の一声がね、サイリウム忘れなかったんだけど、マイク忘れた。気分が高まりすぎちゃったかな。だいぶ先走った。ちゃんと一言目言わなきゃと思ったの。ちょっと気を取り直して、さあ始まりましたけれども、アニクエラボ第2回でございます。みんな探求してるか。やーイちょっとテンションが低い。ねえやーはい、この番組はですね、日々新しくなっていくアニメと漫画の世界を探求するために集められた、3人の探求者たちによる番組となっております。まさにアニメをクエストするためのラボというわけで、アニクエラボでございますけれども、今夜も、皆さんでいっぱい探求していきましょう。していきましょう。じゃあ早速、メンバー紹介からいきましょうかね。はい、失礼しました。恐れていたことが。はい、起きましたね。すごい。すみません、下で今私が自分の水筒蹴っ飛ばしました。始まる前にあんだけ水筒蹴らないようにしようねって言ったのにさ。私もちょっと楽しい開始興奮してるのかもしれない。興奮してるね。ちょっと今日はね、何が起こるかダメだね。はい、じゃあマリエさんからお願いします。はい、アクアリアの遠藤マリエです。よろしくお願いします。笑わないで。だって笑っちゃう。はい、じゃあアクアリアの天海茜です。よろしくお願いします。はい、シンガーソングライターやってます熊谷美咲です。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組なんですが、はい、ジェットロボット TV 内の、はい、アニメチャンネルとして毎月お送りしているこの番組なんですけれども、ユーストリームよりここ高田馬場ジェットロボットから、生放送配信しております。はい、こんばんは。こんばんはっていただけるかな。ね、ありがとうございます。アクアリアのショールームからも現在配信中となっております。よろしくお願いします。はい、というわけで、ユーストリームでご覧の方はツイッターから、ショールームでご覧の方は、コメント欄から、私たちにメッセージが送れますので、ぜひぜひ応援のお言葉をいただけたらと思います。ぜひぜひ、いっぱいコメントしてください。はい、よろしくお願いします。はい、では、早速どんどんコーナーの方に入っていきたいと思います。はい、入っていきましょう。ドキドキドキ、はい。ないない、どうしたの今日ちょっとテンション高いね。どうしたの？ちょっと映った。映ったもらった。もらった。テンションの高さをもらった。先に言っときますけど、今回の回は、はい、シンガーソングライター熊谷のライブを知ってて、あのイメージを壊したくない人はぜひ見ない方がいいと思います。楽しいやつじゃないそれ。ぜひ見たいやつじゃないそれ。逆にそういうとこ見たい人はいっぱい見てくださいね。はい、今日は私は巻かないとダメなんでしょ。あ、そうです、そうです。巻かないとダメなんで、じゃあちょっと行きますね、早速。はい、はいはい、熊谷とアクアリアのアニクエラボ、まずこちらのコーナーから。はい、ダダン、デデン、推し学ゼミ、大ゼミ、ゼミ、ゼミです。こちらのコーナーはですね、毎月担当の探求者がおすすめのアニメを紹介していくコーナーとなっております。はい、コーナーの最後にはクイズがございまして、ここにいる探求者たちに、答えてもらい、外れたものには罰ゲームがお待ちしております。恐ろしいですな。はい、視聴者の皆さんは、先ほどお伝えしたユーストリームショールームのコメント欄から、参加が可能になっておりますので、ぜひぜひそちらの方で参加していただいて、その回答を我々も見れるようになっておりますので、ぜひ回答者の探求者たちを貶める回答もありでございます。落としめる。落としめる。そんなね、そんなひどい人はいないと信じてるよ。そうね。そんなひどい人はいないと信じてるよ。はい。はい、おはずです。こんばんは。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はじめましての。はい。じゃあ、早速、はい、コーナー行きましょう。今回、探求者熊谷が、おすすめしたいアニメはこちら。じゃあじゃあじゃーん。じゃーん。BGM が違う。じゃあじゃあじゃーん。ダダン。マイク持ち、はいはい。ででん。フェイトゼロ。ちゃんと言ってちゃんと言って。フェイトゼロ。ゼロ。しかもあれですね、ゼロの方。ゼロの方です。なんでみんなシリーズものを持ってくる。ここの、ね、ここの3人さ、シリーズものを持ってくる癖があるよ。そうですね。私もゼロ次回でジョジョの第4部限定でやってね。そうね。マネータもね。ピンポイントでね。出してくれる。そう、ピンポイントで。はい。なんで今回フェイトゼロなのかと言いますとですね。はい、
本当にあの2017年はフェイトブームでございまして、うん、そうですね、FGO アプリゲームのフェイトグランドオーダー、大人気、配信中、うん、そして2017年の夏アニメでは、はい、フェイトアポクリファコッパパイヤ言えてないアプルパイヤ言えてないアポクリファのテレビシリーズが放送しております。現在2期も、放送中でございますね。そして、10月14日には、はい、フェイトステイナイト、ヘブンズフィールの劇場が公開されるということで、うん、今空前絶後のフェイトブーム、しかもその劇場上映をあの記念して、現在、MX さんの方では、うんうんうん、あのフェイトステイナイトの再放送が9夜連続一挙放送をやっております。すごいよね、9夜連続ってなんぞって思って本当だよねあのバッチリ撮ってあるけど、あすごいバッチリ撮ってあるけどね、うん、後であのゆっくり見ようと思ってます、はい、そんな中というわけでそんな中、ね、ステイナイトはねあのその再放送でいっぱい振り返れるのであのあえてまあゼロ、そして、うん、あのフェイトシリーズの中で熊谷が一番好きなシリーズでございます、うん、フェイトゼロ、はい、を紹介していきたいかなと思いますけれども、はい、まず簡単な概要からいきますね、はい、こちらタイプムーンから発売されたライトノベルになっております、うんうんうん、ライトノベルなんだ。あそうですそうです。で、著者はニトロプラスの宇呂淵源さん、うんうん、まあ、窓マギとかサイコパスで有名な、ね、あの方なんですけども、あとキャラクターデザインイラストはタイプムーンの竹内隆さん、そしてアニメ監督に青木 A さんといいまして、うんうんうん、あの最近リクリエイターズとかアルドノアゼロで監督を手掛けている方にお世話になっております。はい、お世話になっております。お世話になっております。はい、すごくあの誰にお世話になっいい作品を ね生み出していただいて、はい、でアニメーション会社の UFO テーブルから、うん、2011年の10月にツークールが、ツークールにわたって放送されておりました。はい、うん、で、元々はあのアニメ化っていうのも、タイプムーンの那須きのこさんがシナリオを執筆した、はいはい、まあ、先ほども話題に出ましたけど、うん、フェイトステイナイトの、うん、スピンオフ作品だったんですね。で、あのもともとこんなにあの公になる予定じゃなかったです。外伝として発表されてて、うんうんうん、で本編であのステイナイト本編で、10年前の出来事として描かれていた第4次聖杯戦争の詳細を本編の登場人物たちの一世代前の人々を中心に、うんうん、描く前日譚となっております。はい、まあ、なので主人公のエミヤシロウくんとか、はい、遠坂凛ちゃん の、まあ、父親の代になりますね。まあ、彼らの幼少期ももちろん出てきますけども、うん、で、まあ、そのステイナイトで、まあ、ちょっと曖昧になってた部分というかあのふわっとしてたところも全部伏線として回収するような運びになってるので、うん、まあ、フェイトステイナイトを見て、うん、あなんかここってどういうことなんだろうって思ったら、うん、ちょっとゼロを振り返っていただいたりとか、はい、なるほど。あの逆にステイナイト見てない方は、うん、あのゼロから見るとあのとても時代の流れに沿って見れるので分かりやすくなっております。なるほど、ね、というわけで今回この魅力をいっぱい語っていきたいと思います。はい、すごい押し押しな感じだねきっと ね、いいね。だってフェイト自体がすごい長いもんね。そうね、喋ることいっぱい。マイク使って喋るの向けてあげてちゃった、うん、ありがとうございます。はい、じゃあまずフェイトゼロの魅力その1、はい、はい、絶望と希望が入り混じった壮大なストーリーというわけで、うん、本当にでかい話なんですけど、そうですね、まあ、絶望と希望が入り混じったとか言ってるんですけど、ぶっちゃけ絶望8割くらいですね。でもめっちゃ絶望やん、ね、超絶望や。相当な鬱アニメです。鬱だよね、鬱アニメなんで。でもそこがまたいい。そうそうそう、そこがね癖になるんですよね。中毒になります。大丈夫かな日本心配だよで、そのストーリーの内容なんですけれども、うん、はいはい、舞台は日本、うんうん、の地方都市冬木市というところがございまして、はい、そちらでは、7人の魔術師マスターが、伝説上の人物を、うん、まあ、英霊と呼ばれてるんですけど、はいはい、それをあのサーバント、まあ、使い魔として召喚して戦う聖杯戦争というのが、うん、行われていました。うん、で、聖杯には戦いの勝者の願望を叶える万能の力があるとされており、まあ、これまで3度の聖杯戦争が行われてきたんですけども、うん、まあ、なかなかその力を行使できる者はいなかったんですね。うん、で、まあ、ここでなんで聖杯戦争始まったかって言いますとですね、はい、そもそもね、そもそもね、うん、で、元は200年前、うん、かなり昔の話です。うん、3つの魔術師家系である、うん、アインツベルン、うん、マキリ、トーサカ、
と呼ばれる始まりの御三家と呼ばれる魔術師掛け。あ、始まりから言うんだ。あ、そうですそうです。遠坂はね、そう。でが、あの互いの、まあ、こう秘術を提供し合って、うん、まあ、あらゆる願望を実現させるものとして、うん、あの聖杯を、まあ、構成して、あの召喚したんですね、うんうん、まあ、いわゆるドラゴンボールを作ろうとしたんです。あ、うん、分かりやすいね。そう、ドラゴンボールを作ろうとして、はいはい、はい、で、まあ、その聖杯は無事に召喚されたんですけれども、はい、ただ一人の願いのみしか叶えられないっていう事実を、まあ、知ってからですね、そこからまあ協力体制だったのが一気に聖杯を奪い合う闘争に変わっていったんですね。そうですね。で、まあ、そこから、まあ、60年に一度日本の冬騎士で、うん、まあ、その戦いが行われているという形になるんですけれども、はい、見えるかな。はい、ちなみに今西洋史の授業中ではなくてフェイトゼロの推し学ゼミです。フェイトゼロの推し学ゼミです。はい、お願いします。でも本当そんな感じだよね。そうそうそう、うん、で、まあ、あの今回はその、うん、1990年代なんですよ、はいはい、舞台がの、エミア切り継ぐっていう、まあ、主人公が、うん、まあ、聖杯戦争4度目の第4次聖杯戦争に身を投じていくストーリーとなっております。まあ、そんな聖杯戦争にはルールがございまして、はい、まあ、戦いは7陣営で行われます、うんうん、なんで3組じゃないんだって感じなんですけど、さあ、もともと3人だったのにね、なんでそれがぐわって増えたんだろうね、よくわかんないね、はい、まあ、聖杯があの選んだ魔術師っていうのが、うん、いまして、うんうん、まあ、自動的に選ばれるんですけど、右手わかんない、あの手の甲に、うん、あのレージュって呼ばれる刻印が刻まれるんです、うん、それが選ばれたあのマスターになるんですけど、そのマスターが、召喚したサーバント、うん、まあ、英霊ですね、うんうん、がペアになって戦うバトルロイヤル、ガチャを引くみたいな感じ。あ、まあ、うん、そういう、まあ、まあ、そうね、ガチャで出てきた一体と常に、まあ、うん、常に戦うみたいな、帰れないから。そう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 、で、まあ、もちろん勝利条件は他のサーバントを全て倒すこと、うん、倒すこと。で、その、まあ、サーバントも、まあ、7組うん、いるので7つのクラスに分かれておりまして、それぞれ剣の騎士セイバー、うん、弓の騎士アーチャ ー, ー, チャーで槍の騎士ランサ ー騎乗兵ライダ ー、魔術師のキャスター、うん、強戦士のバーサーカー、うん、そして暗殺者のアサシンという7つのクラスがございます、うん、で各サーバントにはまあ本当の名前ですね、まあ、例えば日本の有名人で言えば土方歳三とか、うん、そこチョイスだね。そうね、そうそう、西洋の人とかじゃなくてね。そうだね、うん、でもいるんだよ、 FGO に土方歳三いるんだよ。まあ、そうね、まさかなのよ。まさかなんだ、土方さん。そうなんだ。あのいるんですけども、うん、まあ、彼らそのまあ、歴史上の人物、うん、有名なね、有名な人なので、うん、あの、まあ、さまざまな逸話、うん、伝説が残っておりまして、うん、まあ、名前を知られるということは、まあ、相手に弱点を晒すことにつながってしまう可能性もあります、うん、意味なってやつですか。あ、そうです、うん、なのであの通常はあのクラス名セイバーとか、はい、アーチャーとかいう形で、はい、あの呼ばれているような形になっております。はいはい、なるほど。じゃあそんなあのフェイトいっぱい登場人物が出てくるんですけど、はい、そう、まあ、私もさ最初そのさ、うん、あのセーバーとかアーチャーとかが、うんうんうん、そのさよくみんながそうそうそうセーバーちゃんセーバーちゃんって言ってるのがそうセーバーちゃんなのかと思って、うん、今ポックリファ見てるんだけど、そうそう、セーバーもう一回いるじゃん、もう一人いるけど何みたいな、セーバーいっぱいいるんですよ。 そこからまず入るのが大変だったから、すごいすごい勉強になる、うん、ちょっと勉強してください。、うん、すごい勉強になる。これで勉強してくださいね、うん、すごい。で、まあちょっとまとめきれなかったので今度登場人物をいっぱい紹介していきたいなと思います、はい、いっぱいいるという登場人物を、フェイトゼロの魅力その2、はい、登場人物とその関係性でというわけで気のないや、やめないよ。あの本当はね、はい、あの本当にこの関係性っていう部分がね、はいはいはい、あのとてもゼロはあの、うん、面白いんですけども、うんうん、あのちょっと総括書こうと思ったら紙の量紙のサイズがちっちゃくて、人がねすごいよね、すごいね、すごいすごいあの細かいから見えるかなみんな、見えるかなみんな、見えるかな、見えるかなこれ、めっちゃ、ね、めっちゃ頑張ってまとめた、さきちゃん真面目ね、すごい真面目、めっちゃ頑張ってまとめたんだよこれ、ね、これちょっと見せられないんですけど裏にもカンペとかめっちゃすごくて、すごいよこれ喋りきれる、ちょっと頑張ったの、私の走り書きを見せてあげたかった、いや本当にいっぱい出てくるんだよ、すごい、私たちのアーカイブ見ないでほしい、熱量がね。
あ、そうね、後でね、後であげておきますね、後で写真あげておきます、せっかくだから、うん、で、まあどんどん説明していきましょう。はい、すごいね。まず、うん、剣の騎士セイバー陣営、はいはい、こちらマスターが先ほど紹介した主人公エミヤ起立です、うんうん、はい、こちらエミヤ起立さんは、魔術師殺しと呼ばれた元殺し屋なんですね。はいはい、あ、そうです、ね、ビッキーさんです。力屋さんの人だよ。で、はい、まあ、今回、まあ、この アインツベルンっていう、まあ、先ほど出た始まりの御三家のうちの一組なんですけど、そこにまあ、聖杯戦争の切り札として、うんうん、アインツベルンに婿養子として迎えられて、はいはい、まあ、代行者みたいな形で、うん、聖杯戦争に参加します。うん、で、彼自身もはまあ、殺し屋だったんですけど、もともと求めているところは、まあ、戦いの根絶、まあ、平和の実現をちょっと求めておりまして、まあ、そういうのをちょっと聖杯に託、今回参加することになっています。なるほど。で、まあ、彼が召喚したセイバーが、こちらブリタニアの、古代ブリタニアの王のアルトリア・ペンドラゴン。あ、うん、アサーだ。アサ王のことですね。アサ王のことだ。アサ王が、うん、まあ、実は召喚したら、うん、まあ、可憐な女の子であったっていう設定のもとですね、今回の話は進んでおります。はあはあはあ、フェイトといえばで出てくる、まあ、金髪の女の子が、ね、みんながセイバーちゃんって言ってるやつ、そう、はい、って感じですね。で、まあ、このペアで戦っていきます。はい、次に紹介するのがこちら黄色の枠、ちょっとすげえ見づらいんですよ、黄色の枠、アーチャー陣営、はい、弓です。はい、こちら遠坂時臣、出た遠坂、はい、先ほど出てきた始まりの御三家の遠坂家の当主でございます。うんうんうん、で、ステイナイトのリンちゃんと、うん、さくらちゃんの父親なんですね。そうですね、リンちゃん。で、まあ、黒髪の子だね。あ、そうです、そうです、リンちゃん、ツインテーの子です。そうそうそう、ツインテールの子。あ、ごめん、私の勉強不足が後にしないとちょっと巻かないとしてたらだから、ね、気になる方はステイナイトを、ね、ステイナイト見ていただいてね。で、はい、彼が召喚したサーバントがギルガメッシュ、はい、で、聞いたことある、ギルガメッシュ。ギルガメッシュね、こちらギルガメッシュすごいやつで、うん、遥か昔世界のすべてを有した人類最古の英雄、やべえ、全てだ、バビロニアの英雄王と称、まあ、されたギルガメッシュで、うん、まあ、本人自体も自分をすごく高い王として、勝しててよく他人のことをこの雑種がって言うんですよ。やべえ超見下してんじゃん、超見下してくるんですね。そうで、まあ、こういう、まあ、図が高い金髪野郎ということで、そうですね、あ、いや、全然ギル様大好きですよ、ギル様大好きですよ、好き上にね、そうそう、はいはい、上にね。で、まあ、アーチャーを紹介したところで、はい、次に紹介したいのがこちらアサシン陣営、はい、暗殺者アサシンの陣営なんですけど、はい、こちらマスターの琴峰綺麗さんは、うん、遠坂と清美の、まあ、ちょっと敬意があって、まあ、弟子なんですね。弟子で、今回この聖杯戦争では、うん、その時臣さんを、まあ、助けて、まあ、勝利させる役として、うんうん、今回参加することになるんですけれども、うん、まあ、彼が召喚したサーバントが、うんうん、ハサン・サッバーハ、言いにくい、ハサン・サッバーハ、もう弾け音しかないもんね、すごい。で、彼は、うん、まあ、いっぱいいるんです、実は暗殺教団の指導者のハサン・サッバーハなんですけど、うん、まあ、歴代のハサンいっぱいいるんですよ、歴代ハサンのうち、まあ、多重人格障害であった略の坊のハサンが今回ゼロで登場してきます。うんうん、歴代ハサンって言われるとなんかちょっとそう、いっぱいいるんですよ、面白い、うん、で多重人格者なんで、うん、いろんな声優さんがいっぱい出てます。15人くらい、数え間違いじゃなければ、うんうん、でも結構いっぱいいますもんね。そう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 、いっぱいいるの、いっぱいいるの、そう、いっぱいいる、分裂、分裂じゃないけど、分裂、ね、なんだろう、分裂、ね、あ、そうそうそう、そんな感じ、うん、はい、はい、はい、じゃあ、で、まあ、ここを紹介したところで、はいはい、まあ、ここ指定関係なんですね、はい、指定関係で、今度こちらのバーサーカ陣営なんですけど、はいはい、こちらマトーカリアさん、うん、マスターなんですけども、うん、こちらマトー家、先ほど出てきた始まりの御三家ではマキリという名前だったんですけど、はいはいはい、まあ、時代を超えてマトーと名前を変えまして、うん、そこの家系の魔術師なんですけども、うん、この人魔術すそのマトー家の魔術がすごい嫌いで、うん、一般人として生活してて魔術の道を立ってたんですね、うんうんうん、だけどその時臣さんの奥さんで、これがまたね、そう、時臣さんの奥さんで、カリアさんの幼なじみである葵さんっていう人がいるんですけど、葵さん、そう、葵さん、うん、
そう奥さん、あここには聖杯戦争にはあごめんここ書かれてない、書かれてないけど関わらないけど、うん、関わらないけど、うん、葵さんっていうのがいて、うん、でまあ彼女に恋を寄せてたんです。あなるほどね。ただ時読みさんが、うん、あのそのさくらちゃん、次女のさくらちゃんをマトウの養子に出しちゃったんですね。なんでちょっといろいろあって、ちょっといろいろ事情があるじゃあそこ話す長くなっちゃう、あごめんそうだごめんね終わらなくなっちゃう、ちつくと全部終わらなくなっちゃう、ごめんね、はいろいろあって養子に出しちゃうんですよ、うん、で、まあそこに憤慨して、うん、そうなんてこった、すごいあのマトウの魔術はあの虫使いの魔術なのですごい修行とかもね、あのひどいんですよ、ね、そうそう、なのでそのさくら拷問を受けなければならない、まあ、さくらちゃんを救い出すことを目的に、うん、まあ、今回マトウの魔術師として、うん、まあ、お父さんあのマトウ造剣とあの契約をして、あの僕が代わりに出るからさくらは救い出してくれという形で、うん、ほうほうまあ参加することになるんですね、うん、なるほど。で彼が、召喚したサーバントはサーランスロット、うん、こちら円卓の騎士のサーランスロットです。まあ、傷だらけの黒いフルプレートをまとっていて、うんうんうん、まあ、ずっとラス本当にラストの回まで謎の騎士で、あんまり多くを語れないちょっとキャラでございますね。まあ、感じで、まあ、カリアさんが、はい、カリアさんがそれそういうそういう感じすごいね、カリアさんが時臣さんをまあ恨んでらっしゃるということで、はい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 、恨んでらっしゃるという関係がまずございます。サイリウムでこう ね、 ね、こう矢印代わりみたいな、そう、すごいで、まあどんどん紹介してみましょう、うん、はい、で、はい、次回、いや次回じゃない次回今日はここまでなのかな。次ランサー陣営の、はい、ケイネス・エルメロイ・アーチボルト、え 急に、はい、急になんか日本語じゃない人が来た、この人は外人です、うん、はい、あの時計塔と呼ばれる魔術師 の学校みたいなところがあって、そこの講師を務めてるんですけれども、はあ、まあ、魔術師としての経歴に、まあ、武功っていう、うん、あの自分のね箔をつけるために、うん、まあ、今回聖杯戦争に参加することになっていきます、うん、でそんな彼が召喚したのがランサーのディルムット・オディナ、うん、でこのディルムット・オディナはですね、ケルト神話の、うんうん、フェニアンサイクルに現れる、騎士なんですけれども、まあ、あの本当に何だろう、騎士道の熱いすごい、あのそう、うん、忠義を筋を取ったね、うん、そうそう、うん、すごい示す方なんですね、誠実、なんだろう、うん、忠誠心が高い、いい、本当にね、あのすごい人なんです、自分できないランサー推しなのでちょっとあ、でっかい人なんだ、でっかい人、あ、でっかくはない、うん、でっかくはない、イケメン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 なんですよでほとんどイケメンじゃんだって、この人泣きぼくろがあるんですけど、あの目の下に泣きぼくろがあるんですけど、その泣きぼくろが異性を魅了するっていう呪いがかかっていて、やばいな、うん、そうすごいね、あのケル、その神話の伝説自体もあのなんかちょっとその、うん、あの泣き袋の呪いが、はい、原因で、うん、まあ、ちょっといろいろね、ちょっと裏切りみたいな感じにちょっと発展しちゃって、ちょっとそうだからこそアラジンに対しての忠誠心がすごい、あ、なるほどね、そう、自分はそうしたくないから、あ、なるほど、ね、そう使えたいの、しっかり、うんうん、使いたい、あの、まあすごい、ペイトゼロですよ、ね、ペイトゼロですよ、ディルムとオディナでございます、はい、で、そんな、ランサー陣営を、はい、紹介した次が、はい、あ、ライダー陣営に行くんですけど、はい、こちらのウェイバーベルベット君は、うん、先ほど話したケイネスさんの、うんうん、まあ、授業を受けてた時計塔の生徒なんですけど、うん、まあ、このウェイバー君はですね、はいはい、ある論文をケイネスさん、ケイネス先生に提出するんですね、はいはい、ただそれを、まあ、読みもせずに、うん、あのバカにされて、うん、ケイネスさんに、しかもなんか授業 の、うん、あのみんながいるところ で、 おでそれに、まあ、腹を立てて、うん、あのたまたま通りかかった荷物運び屋にこれケイネスさんに渡しといてって言われた荷物がある、うん、それがこ の、 あのサーバントを召喚するための道具みたいな、うん、なんですけど取っちゃった、それを盗んで腹いせに盗んで、で、まあ、聖杯戦争とは何か調べて、うん、で自分で、あ、これはなんか僕にふさわしい戦いだっていうことで、あの自分で不意気に行って、で、うん、あの魔術であの老夫婦を騙して居候しながら大丈夫ダメな子なんじゃない大丈夫いやでも、うん、あのね
このねサーバントがすごい、私このライダーめっちゃ好きなんだけど、そうなの、あのすごいあのなんだろう、こういい人で、心も体も大きなイスカンダルです。あ、そうなんですよ、それが大きい人だ。あ、そうです、そう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 、それ私すごい好き。大塚明夫さんがやってる。あのいかつい人でしょ。そう、一番でっかい人だ。でもなんか最初本当にそのね、こいつウェイパーさんが嫌なやつっていうかなんだろうね、うん、ちょっと鼻にかかるところがある、うん、だけど結構そのライダーさんとの関係が進んでいくと、すごいなんかやっぱりいい人間になっていくわけですよ。なるほど、ね、なんかこう一番人として成長が見られたウェイパー君で、すごい今人気のあるキャラクターなんですけど、まあ、そんなイスカンダルも、うん、まあ、マケドニア王国のアレキサンダー王が、うん、なっておりますね。でかなり破天荒な性格で、うんうん、よく世界地図を見て自分の国はどこだって聞いて、でここですよって言ったら、なんかこんなにちっちゃいのかみたいな、うん、なんか俺が征服した国はこんなにちっちゃいのか、うん、ちょまた世界征服してみたいな、うん、そんななんか、そんななんかそういう感じで世界征服されても困るよね。そうね、うん、そらそうだっていう感じでね、ここも戦いに参加していくことになります。はい、で、最後に話すこちらキャスター陣営なんですけども、はいはい、これかなり異例というかダークホースで、まあ、マスターの瓜生龍之介というのは、はい、まあ、殺人鬼なんですね。美を追求して殺人を繰り返すシリアルキラー、まあ、自身の家がかつて魔術師であったことは全く知らなかったんですけど、まあ、たまたま実家の蔵で悪魔を呼び出すっていう古書を、まあ、見つけてしまい、ね、たまたま実家で悪魔を呼び出す古書を見つかるとやだね。すごい嫌じゃない。まあ、たまたま見つかる、そう、たまたま見つかるものが嫌じゃない。で、で記述通りに、うん、まあ、遊び半分だとか、遊び半分で儀式を行ったんですね、そこに書かれている通りに、はいはい、そしたら本当にキャスターが召喚されちゃった、うん、そうそう、しかもこのキャスターもね、ちょっと立ちが悪い、立ちダブルで立ちが悪い、そう、うん、で、このキャスターもですね、ジルドレと呼ばれる、まあ、ね、英仏百年戦争のフランス軍の軍師、うんうん、ジルドレなんですけど、まあ、こちらのキャスターも人を殺すことに異常な美学を持っておりまして、うん、まあ、犠牲者を材料にして、うん、もう本当えげつない、まあ、工芸品を、うん、まあ、作り出したりしてるんですね。だから、まあ、本当に登場した時もなんか人の皮で作った古文書みたいなのとか、ね、本当にグロい。で、まあ、そんな、うん、彼の、キャスターの、うん、まあ、死に対する美学を、うん、目の当たりにした龍之介くんは、うん、まあ、殺人の師だと、師匠だと仰いでしまい、やべえやつらが集まったなみたいな感じで、ジルドレも、まあ、殺人鬼である龍之介に敬意を表して、うん、まあ、ここは意気投合してまあ、なんかなんやなんやことやらな感じで、ここも聖杯戦争にだんだんすごい仲いい、最初から仲良かった、一番仲いいかもしれない、うん、あ、まあまあまあね、そうだね、美学としてるものが同じだからね、そう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 、立ちが悪かった、うん、殺すということでね、まあ、こんなメンバーでお送りしている、お送りしフェイトゼロ、今回の聖杯戦争ですが、第4次聖杯戦争なんですけども、はい、はい、まあ、本当に後半になっていくにつれて、毎は毎は人が死んでいく、うん、まあ、でもそう、聖杯戦争はそういうものですよね、そうそうそう、だって一人しか残れないから、そう、最終的に一人しか残れないからね、そうそうそう、なので、まあ、その誰が生き残って、うん、誰が、まあ、朽ち果てていくのかっていうのも、うん、結構気になる、続きが気になるところなのかなと思いながら、うんうん、まあ、今回のフェイトゼロの紹介はこんな感じになっていくんですけども、はいはい、ここで、まあ、クイズをはい、いい、ここでクイズです。今概要とキャラクターしか紹介されていない中でクイズ OK？ それ以外紹介したらネタバレになっちゃうから、そうね、確かにそうだわ、そうそう、本当そうだわ、そうそうそう、ネタバレになっちゃうから、うん、そう、そうね、じゃあクイズを出したいと思うんですけど、今から見る人もこれ分かってればもう見れるよっていう、そう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 、もう先にね、そういっぱい知識がね必要なので、うん、そうだね、じゃあ先にちょっとね、うん、クイズの問題文から、はい、問題文、問題文じゃないや、選択肢から、はいはい、選択肢、選択肢がこちら、はい、はい、エミア・キリツグ1番、2番、遠坂時臣、うん、3番、ケイネス・エルメロイ・アーチボルト、はい、4番、ウェイバー・ベルベット、すごい、ま、さっき勉強したのが全部出てきて、ね、さっき勉強した、はい、4人が出てきたんですけれども、うんうんうん、
こちら、誰を、何で当てていただくかっていうと、はい、まあ、実はですね、本日、はい、10月3日、はい、誕生日の方がいらっしゃいます。もっと物語の感じることだったらきっといけたのに、私全然わかんねえやつだな。完全に、完全に勘でいこうみたいなやつだな。誕生日だと思って、たまたま、ほんとたまたまなんです、ほんとたま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 なんです、調べてたら、あ、誕生日だと思って、はい、ここ合わせじゃなくてね、ここ合わせてやろうとしたわけじゃなくてね、そう、うん、じゃあこの誕生日をフェイトゼロの登場人物の誕生日当て、うん、誕生日当てですね、どの人が10月3日っぽいか、はいはい、っていうのをじゃあ、まあ、会場の皆さんと、はい、あとぜひ、ね、あの考えていただいて、ペットボトル TV を見てる方はツイッターで答えていただいて、はい、大丈夫です、あのこれ外れること前提なんで、ちゃんともう一問用意してるんで、そんなことある。ショールームご覧の方は投票機能が今開始されているので、はい、投票機能の 1,2,3,4 どれかを選んで投げていただければ、はい、もしくはね、コメントでも大丈夫なので、うん、コメントでも大丈夫です。さあ、これ、誰が10月っぽいか、ね、誰か一人でもさ、投票か何かをしてくれないと私は選びようがないんで、本当にこの人なんか10月3日っぽいよねみたいな感じで選ばなきゃ。 Happy birthday to you Happy birthday うっかり歌うやつ、うっかり名前歌うやつ。 Happy birthday dear、 言わねんかい言わねんかい。あ、じゃあ回答はそれに合わせて言ってくるの。いや、どっちでもいいよ、ね、あの番号でも、あの普通に番号でいいよ。どうだろう、みんな分かりますか、みんな分かりますか、誰が10月っぽいか。でもさ、遠坂わかんない。遠坂さんはなんとなく私冬生まれっぽいイメージがあるから、うん、天秤座なんです。知らないで、10月3日、今日誕生日。今日誕生日っぽい人でしょ。今日誕生日っぽい人。今日誕生日だよ。今日誕生日だよ。こんなにめでたいことある。天秤座の人を探せ。天秤座の人を探せ。天秤座っぽい人を探せ。天秤座、バランス取る人。じゃあ私はこの人かな。決めた。どうしよう、決めたよ。さあ、みんなもしよかったら、もしよかったら、一緒にクイズ考えていただけると嬉しいです。はい、ね、誰が今日誕生日か、フェイトゼロの登場人物ですね。はい、じゃあ2問あるから、そうだね、そろそろ行きます。はい、じゃあせーので、うん、行きます。じゃあ答えを一斉にどうぞ、せーの、てん、さ。1番、2番、1番。4番。おー、さあどうなるんですかね。冬生まれっぽいって言ってたのに、私そんなあ、バレちゃいました。バレちゃいました。じゃあ早速ちょっと答えを、ね、はい、じゃあそれの答えは、はい、こちら、途中広告動画の中で全然聞けなかった。あ、悲しい、問題聞けなかった。問題、じゃあもう一回だけ問題、私たちはもう回答出してますけど、本日10月3日誕生日のキャラクターは次のうちどれでしょう。はい、フェイトゼロの誕生日ですね、ユーストリームご覧の方なので、はい、1番エミヤ・キリツグ、2番遠坂と清美、3番ケイネス・エルメロイ・アーチボルト、4番ウェイバー・ベルベット。あの、もうもはや勘です。あの、もはや勘です。はい、私たちも勘です。いや、もしね、分かってる人がいたら自信満々に、そう、自信満々に答えてください。我こそはと、なんなら連打していただいて、イエス、そしたら自信を持って、自信を持ってお伝えできる。じゃあ、行ってますかね。はい、はい、答えはこちら、答えはじゃじゃじゃん、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear ウェイバー。すごーい、会場の方が出てました。すごーい、間違えた。ライダーの、ライダーの、ベルベットさん、ウェイダーベルベットさん、そう、古文書盗んだ子ですね。古文書盗んだ19歳。そう、15歳じゃなかった。19歳の彼は。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、まあちょっと物見事に、はい、そうですね、外してしまったわけなんですけど、でもね、大丈夫、本当にわかんないよ、これは。大丈夫、時間、はい、大丈夫大丈夫。でもう一個せっかくね、用意してくれてるから、じゃあさ、超初心者級の罰ゲームは両方とも間違えた人にしよう。
これもう一回そういうこと言う、どれでもいい、それでもいい、それでもいい、次で当たるかもしれないからね。そうね、そうね、うん、そうでしょ、うん、次はまあ見てる人ならはい、いけるかなと思います。はい、じゃあ次の問題です。次の問題はこちら、はい、てれん、フェイトゼロのランス、ランサー、うん、ランサーディルムット・オディナーのホーグ必殺技は次のうちどれ。あ、でもすごい聞いたこと、ランサーのね、聞いたこ、ランサー、ディルムット・オディナーです。あのイケメンですね。泣き袋の人です。泣き袋のイケメンです。ケルト神話の人、ケルト神話の人です。1番ゲイジャルグ、2番ゲートオブバビロン、3番インビジブルエア、4番ゲイボルク。私も4だと思う。みんな4なんだけど。2はね、分けて分けて、私の好きな人のはず。分けて分けて。じゃあ私、じゃあ私3にする。そうやって、そうやって、そう、3にするとか言ってもう分かっちゃってるのね。はい、じゃあ3、私4、4、みんなどうですか。ね、どうですか。でもさ、ここに4ですね、ここにいる人がみんなさ 4って言ってるからもう4じゃんね。さあ、ずるいずるい、そういうのずるいよ。さあ、どうなることか。じゃあいきます。それの中で違うやつだったりして、ね、絶対ゲームだけど。これ答えはですね、答えはじゃん、でじゃん、一番、あー違った、ゲイジャルグでした。すげー恥ずかしいぜ。間違えた。みんなすげー恥ずかしい。絶対、絶対ここの2択になると思ったんだけど、うん、そこをあえてみんな外してくる。これはね、ニグマンは絶対違うの覚えてるの。そう、うん、でも全部、でも全部ホーグの名前。全部ホーグの名前、ね、ゲイボルグも聞いたこと。ちなみに、うん、これあえてすげーわかりやすい引っ掛け問題にしたんだけど、うん、ほえごめんな、あのいやいや、フェイトがわからねえから何でも。フェイトゼロ私すごい見てるんだけど、何の引っ掛けにもならなかった。ちなみに1番のゲイジャルグがディルムットでな、うん、2番のギルガメッシュ、ギルガメッシュですね、うん、ゲートオブバビロン手に入れた。で、インビジブルエアはアルトリア・ペンドラゴンです。ペンドラゴン、うん、あ、アーサーだ、アース、うん、あ、いや、うん、アーサー、アーサー、アーサー。で、ゲイボルクっていうのはあの同じランサーなんですけれども、うんうん、こちら、ステイナイトの、だから聞いたことあったんだ、あいつの方だったかのゲイボルク。ほう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 。一番個人的に推しキャラ の, キャラのクーフーリン の, リンのゲイボルクですね。そうだった、あ、そうだっていう声が会場から聞こえて。でもね、ステイナイトのね、あのランサーもね、またいいやつなんだよ。私アポクリランサーはみんないいやつだし、最後がみんな悲しいの。そうそうなの。私アポクリファしか見てないからもうちょっとわかんねえや。間違えた。というわけで、あ、ここもお二人外してしまいました、はい、そう、初めてじゃない、二人揃って、ね、罰ゲーム。じゃあ会場の人も含めて3人で罰ゲームですかね。3人で罰ゲーム。さっき当たってない。会場の人みんなね、毎回大丈夫大丈夫、毎回誰かしら罰ゲームに当たらなきゃいけないっていう。そうなんです。ぜひこのね、罰ゲームを一緒に味わいたい方は、今日の罰ゲーム何かわからないから。今日の罰ゲームはです ね、まあ、今日ちょっとウェイバー君の誕生日だということで、はいはい、これからケーキを作ろうと思います。大丈夫それ、はい、大丈夫、ちょっと準備します。 はい、じゃあ準備の間お話ししてよ。そう、ね、材料だけ、はい、材料だけ、あ、そう、どんな材料のケーキになるのかな。1番、あ、1番、選べる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 、これで選んでいい、選択肢があるの、選んでいい。今日やばいね、やばいね、もういろんな舞い上がってるからね、暴走してる、うん、まず一つ目はヨーグルト、まあまあまあ、ヨーグルト、うんうん、普通のね、ヨーグルト、普通でね、ヨーグルトは何でも合うようにできてる、うん、二つ目が、うん、マイルドにね、包み込んで、マイルドに包み込む豆腐、あ、なんか白いのと白いのとさ、白いのが混ざっちゃダメじゃない。まほら、絹ごし豆腐だから、絹ごし関係、意外と邪魔しない感じだよね、本当に、ね、そう思う、ね、こちらの二つで、うん、レアチーズケーキ、あー、まあ、白いか、そういう問題でもないっていう食べ合わせがちょっとネットの方で拝見したので、でも、まあ今日誕生日だから ね、ちょっと水切ったらさ、意外とこれ私もともとチーズケーキあんまり好きじゃない。そうだった。それは知らない。すごいバッサリ切られた、悲しい、バッサリ切られたよ。ちゃんとレアチーズケーキっぽくビスケット買ってきたんで、あ、すごい乗っけてくれるんだ。あ、やった、優しいよ。優しいよ。だって甘みがもうちゃんと加えられてるから ね、ビスケットってほら何でも包み込んでくれるもんね、うん、そうね、加藤な。え、でもさ、プレーンビスケットの上にヨーグルト乗る？乗せるんだよ。乗せるの？乗せるんだよ。あ、そう、うん、そうなの。
ね、このビスケットの上に豆腐から乗せてくの？豆腐から乗せて、豆腐でヨーグルトなのかな、うん、どうだろう、成分的にはだってまあヨーチーズ、でもさ、だ結局は硬い方のさ、うん、チーズケーキじゃなくてちょっと柔らかめのチーズケーキってことでしょ、ね、だ食感を豆腐で出して味はヨーグルトなわけだ、きっと、きっとね、うん、あ、コメントが来てるよ、あ、タイプムーン、タイプムーン自体18禁パソコンゲームのメーカーとしか認識してないです、うん、ああそうか、タイプムーン確かそうなんだよね、なんかもともとファイトがあのそういうゲームなのかと思ってた私、あ、でもそうだよね、そうなんだよね、うん、本当はそうなんだよね、なんかあの元々そういうゲームを作ろうとしてフェイトを作ったわけじゃなくて、なんかその時代あのオリジナルのなんかそういうゲームを作るのが難しい時代だったので、あのまあエロゲだったら作れるっていうので、あの作ったら意外に中身が高評価で今すごい人気みたいな、そういうのが持ちづらくなっちゃって垂れてるもんだってヨーグルトが。ナノハとかもそうだよね、ナノハとかもそうだね、ナノハもともとお兄ちゃんお姉ちゃんたちが元そういうので派生で確かできて、そっちの方が有名になっちゃったパターンでね、がじゃあこれは先に、あ、じゃあ会場の方に、ね、すいません、ちょっとあの手汚れちゃうんで気をつけていただいてね、あ、確かに、でも豆腐の水を切ったらちゃん意外とチーズケーキかもしれない、でもほらそういうなんか生感もいいよね、はい、ステイステイナイトだ、ステイナイトだけにステイナイトだけに今度上手、お、すごい見えますかね、こういう感じ、あ、見え、すげえ真っ白、すごい真っ白見えますかね、見た目はでもそう、見た目は ね悪くない、まあ、なんか自分で言うけど私がやった多分チョコパイにマヨネーズより全然美味しそうに見えると思う私のね、持論的にこれにねそう これにね、蜂蜜つけたら絶対美味しいと思う、確かに蜂蜜のっけたら美味しそう、うん、蜂蜜つけたいです、お待たせしました、ないん、ちょっと手がめっちゃベタベタやん、はい、じゃあ、はい、一気にいきましょう、はい、はい、まあ、せーの、実食おう、ちょっと疑問の声が聞こえますけど、え、私これ好き、なんかすごいさっぱりチーズケーキで、うん、なった水っぽい、水なった水あれだ、多分アルガさんのはあのちょっと豆腐多めだったから豆腐多めすごい会場のね一番最初に作ったやつ、一番最初に作ったやつだからすごい目で今見つめられてたよね、ごめん豆腐の後から豆腐が追ってきた、じゃあもう豆腐ですね、きっともう一個、じゃあもう豆腐です、うん、あ、ほんと私のすごい美味しい、あとであのー、いい絶妙なバランスのやつをあのね、ごめん、あかれちゃん、ごめん、あかれちゃん、あかれちゃん、あのね、すごく美味しい、間違ってると思う、あのね、それはね、誤解を生むから、すごくじゃないけど、普通に食せます、あのね、ビスケットがね、甘いからほのかにそれがね、助けてくれてる感じがするんですけど、うん、でも、あの豆腐とヨーグルト合わせると、うん、とても水っぽいものが何か生まれて水切りちゃんとしてたの、もっとチーズケーキっぽいと思う、あ、水切りね、うん、水切り、うん、これに蜂蜜をヨーグルトが そう多めだったらかもしれない、ビスケットはちゃんと雰囲気醸し出してました、うん、ビスケットがいい味出してた、よかった、ビスケットがなかったら多分もうちょっと上ってなってたかもしれない、そうだね、あのこう普通の器に寄せられて豆腐の味しか感じられなかったかもしれないから、じゃあなんかこれは人によってあとバランスによって成功があり得るということ で、うん、でね、だからチーズケーキ食べたいんだけど手元にヨーグルトと豆腐とビスケットしかない人は、うん、あの自分ですごい好みのチーズケーキ あのこの成分をこう、ね、何回か試していただいて そしたら全然食べれる、あと蜂蜜が多分いい、しかもヘルシーだよ、ビスケットがなビスケットがな普通にビスケットだからなでもまあね、うん、今までで多分一番食べやすかった、一番食べやすかった、ちょっとこんなことも探求しております我々ですけれどもというわけで、ね、食べた後にさ、もっと美味しく食べる方法をうちは探求したから毎回毎回真面目だね、真面目でしょ、真面目だよ本当に、はい、どうせ食べるんだったらね、美味しく食べたい、ね、もしかしたら、ね、試していただく方もいるかもしれないからね、これを見てね、まあ、そうそう、これは全然試す価値はあり、ね、ちょうどあったっていうかね、そう家に全部あったみたいなね、時はすごい後味めっちゃヨーグルトになる、ね、
すごいお茶飲みたい、はい、いうわけで、はい、誕生日おめでとう、はい、ウェイバーベルベットくんありがとうございますケーキをね食べたところで、はいはい、今日はところで、まあ、ぜひぜひ、フェイトゼロ、はい、見てみてください、はい、推し学ゼミのコーナーでした、はい、でした、でした、というわけで、あ、でもちゃんと15分はあるんだ、はい、あるあるある15分あるよ、そう、ね、そうなんですよ、15分あるから、はい、次のコーナーね、はい、どんどんいっちゃいましょう、ありがとうございます、1で答えを教えてくれてた、うん、あ、本当に、うん、すいません、私たち気づかなかっただけ、気づかなかった、さすがです、申し訳ない、うん、そして、まあ、どんどん次のコーナー行きましょう、はい、こちらチョイスデカッションパフ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 というわけで、まあ、こちらのコーナーはですね、はい、まあ、今マリエさんが持ってるあの6枚のカードございます、はい、1枚を、選んでいただき、そこに書かれたお題に合わせて、まあ、ディスカッションですね、していくコーナーになっております、はい、まあ、アニメにまつわる設定が、はい、あのアニメにまつわるお題が設定されておりますので、はい、まあ、ご覧になってる探求者の、皆様たちもですね、あの、はい、ぜひなんか思いつくアニメとかコメントとかあればどんどん、あの、送っていただければいいかなと思います、はいはい、というわけで、じゃあ誰が引きましょう、誰か引いてない人いる、いや、もう一通り引いてる、みんな引いた、うん、多分引いてる雑な本当だよ、大丈夫、誰が弾いても面白いからじゃあ真ん中にいるから、あかねちゃんが弾けば、じゃあ、あかねさんが、じゃあすげえ汚い感じだけどごめんね、じゃあこれね、うん、真ん中の辺にある、はい、じゃあ行きます、ドドン、ダダン、最近の推しについて、出たよ、一番こういう時間がないときにやっちゃいけないやつだよ、はい、最近の推しについてですよ、こういう時間がないときについてるでしょ、一番やっちゃいけな い, けない、ね、でもこれに関しては多分ね、私より、ね、ここの2人がね、今の推しに熱いと思うのね、そんなことないよ、いつだってみんな推しに熱いよいつだって熱い、そう、いつだって熱いよ、はい、そこは変わらないよ、ね、そうね15分じゃ語りきれないあかねさんの推し、うん、そうね、まあそういえばどうしようかな、今ね、考えてなかったからすごいね、今私に振られるとはみたいなところの焦りがね、この先に来たと思って、うん、マサラ引いたから、うん、じゃあとりあえずこの間ジョイポリスに行ったんですけど、そう、ね、一緒に行ったんで、そう、ジョイポリス初、実は初ジョイポリスに、誘ってほしかった、本当に、じゃあ今度一緒に行こう、今度一緒に行こう、ね、行きたい、そうなんです、あの、初めて連れてってもらって、なぜかというと、あの、進撃の巨人を今コラボしてまして、私の愛するリヴァイ兵長がですねあの、そう、もうね、すごいんですよ、はい、もうね、あの、巨人のコラボしてるんですけど、うん、もうね、あの、言ったよですけど、あのね、こう、あの、何、あの、イラストとかが、はい、あの、こうね、飾ってあるんですけど、うん、なんですけど、うん、もうね、リヴァイ兵長率がそうすごく高くて、なんか、あの、コラボしてるあのダイニングとかあって、 そこにあの今まで描かれたあの書き下ろしとイラストとかが結構飾ってあるんだけど、なんかそれテレビで見たことある、なんか紹介されてましたよね、その中にね、あれ、リヴァイ兵長、リヴァイ兵長、あ、エレンとリヴァイ、あ、ミカサ、うん、あ、リヴァイ兵長、リヴァイ兵長みたいな主人公誰だったっ、あれ、ね、みたいな、幸せだったあれあれ、エレン、あれみたいになっててね、どこみたいな、そう、あれあれみたいになっててね、私は割と、なんかあれなんですよ、あの、そう、アニメ全体で好きとか、うん、キャラクターとか箱でもう全体で好きっていう感じで、あんまり特定の人を実はそんなにすごく強くは押さないんですけど、うん、もうリヴァイ兵長だけは別格で、そうだね、リヴァイ兵長だけはね、そうなの、もうめっちゃ写真撮ってたし、グッズとかも欲しいよね、グッズとかも欲しくて、うんうん、でこの間ね、あのボールルームへようこそとのコラボの、うん、あ、予約限定のやつとかも買っちゃって、そう、あれも私がアニメートで発見してね、あかねちゃんみたいな感じ、たまにね、あの、使うんじゃなくて、そう、ね、見て、うん、うん、って思ってしまってるちゃんと使ってあげて、はい、そんな私のね、最近の推し、はい、推しですね、明日はテレプリのアトベ様の誕生日、おお、すごいんだろうな、うん、毎年すげーか、俺のビギに良いな、うん、毎年私ね、一回ね、サンシャイン池袋のね、サンシャインのね、あの、噴水広場あるじゃん、うん、あそこにね、多分誕生日なんだと思うんだけど、うん、すごい祭壇がね、飾ってあって、そこにみんな花束とか置かない、誰か死んだのみたいなそれ誰か死んだのかなってっ、ね、そう、思うくらいの量が置いてあって、びっくりしたことがあったら、ね、今年もそうなるんじゃない、そう、アトベ様がいてるし、はい、いやー、もう、アトベ様はもう本当に、そうね、うん、
ヒーローですよ、ね、うん、だって私が昔あれ中学生だからね、そうそう、みんなそうだよ、あれアトベザイバースとか言ったんだけど、あれ中学3年生だよ、あれ中学3年生だよ、みんな覚えてる、ちゃんと覚えてる、ちゃんと覚えてバレンタインデーキスとか歌ってるけど、あれ中学生だからね、カバジ扱ってるけどあれちゃんと中学3年生だよそうそうそうだよ、ね、思い出してほしい、ね、たまには、ね、まあそんなこんなで、じゃあ私のね、もう最近の推しについてはリヴァイ兵長で、はい、じゃあどっちからいく、どうぞ、あ、いいんですか、うん、もうなんか、いや、私は、はい、あの、まあさっきもちょっとステイじゃないや、フェイトゼロ、うんうん、紹介してましたけど、あの、本当に先ほども言いましたけど、歴代ランサー推しで、はい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 、まあ、特に、ステイナイトのランサー、うんうん、クーフーリンが、うんうんうん、もうほんと一番好きなんですけど、うん、結構さ、そのランサーとかそのそういう、うん、なんていうの、職業じゃないけど、うん、あれで、あ、あの、そうそう、クラスでなんかプリキュアで言えばさ、うん、あのピンクは歴代さ元気系でさ、赤はみんな男勝りでみたいなのがあるじゃん、みたいな、ああいう感じなの、うん、ああいう感じで系統があるんだ、ちゃんと、あ、そうそうそう、そうなんだ、そうなんだ、ちゃんとクラスに分かれてるんだよね、なるほどね、うんうん、それぞれ槍を使う人は大体ランサーになって、うんうん、ランサーのクラスで振り分ける、うんうんうん、でたまにあのなんかこう別スキルみたいな感じで、うん、英雄たちがその生前、うん、例えば、まあ、クーフーリンなんて、うん、ランサー槍の使い手だったんですけど、うんうん、まあ、魔術師としても、うん、あの、うん、割とあの、うんうん、活躍をされてて、槍だけじゃなくて、なので召喚によっては、うん、キャスターのクーフーリンもいるんですよ、うん、その召喚によってはっていうのはその、ね、年代によってその召喚した年代によって違うってこと、あとね、召喚するときに生遺物っていう、あ、まあなんか、うん、あの課金アイテムみたいなやつよね、あ、そうあの生遺物っていうアポクリファのあれしかないから、うん、まあいわゆる、まあその、うん、生前残したもの、その英雄たちがそれを召喚するためのものってことで、うんうんうん、を、まあ、使うんですけど、うん、まあ、それによってっていう感じなんですかね、うんうん、なるほどね、うん、じゃあその魔術に、クーフーリンの魔術に関わるものを使って、うん、そのそしたらクーフーリンのキャスターバージョンがキャスターバージョン出てくるよ、うん、みたいな、そう、あ、なるほどね、そう、うん、だ FGO はね、あのもう普通にガチャガチャなんだけど、あ、そう、そう FGO はよく、そう、FGO ガチャガチャなんですけど、うん、まあ、クーフーリンでもその FGO の中では4人いるので、あ、そうなんだそうそうそう、 FGO の中でもそのパターンがいろいろ、あ、そうそうそう、パターンいっぱいいるんですよ、じゃあ、 あのクーフーリンだけでそのバトルというかその組むことができる、あ、もうできる、もうできる、じゃあもうクーフーリン大好きな人にはウハウハなわけだ、そうなんですよ、ウハウハなんですよ出ればだけど、そうそうそう、うん、まさに今ちょっとそれを狙ってる、狙ってる、なるほど、ね、今ちょっと3人目のクーフーリン出たからやばいな、あと1人、あと1人じゃん、あと1人じゃん、あと1人じゃん、そんな感じですけども、そうなんだ、はい、そういうのもあるんだ、うん、なんかもう絶対そこだけかと思ったマリエさんは、私、あ、私最近推し、そうね、そうね、言っていいんだよ、言っていいのか、恥ずかしがらないで、恥ずかしい、結界戦線というですねあの10月これから2期が始まるね、そう、来週始まる2期が始まるやつなんですけど、はい、それのね主人公のねレオナルド・ウォッチ君というですね、うんうん、19歳の男の子いるんですけれども、ね、うんうん、その子がねもうなんかほんと好きでね何が好きっていうのでもなんかほんとに好きでねそれだけなんですけどしみじみしちゃったよいやでもわかります、なんかもう語るにはあのね、どこから話すのか、何をするとかじゃないんだよね彼は、いろんな技がある中で彼はもう普通に一般人であることが彼だから、でもああいうなんて言うんだろう、もうね今後多分結界先生を私からプレゼンすることもきっとあると思うんですけど、なんか異世界都市みたいなところで、なんだろう、異常が日常な街なわけですよ彼が住んでる場所が、でもその中でも彼だけは普通でいるっていうのが彼の良さというかなんですけど、でもなんかここぞという時に彼の良さがゴッて出て、なんだろう、いろんな技がたくさんある人たちも倒せなかった敵を倒せるっていう、うん、なんか男気みたいなのをこうバッて見せられると、そのギャップにコロッといっちゃうわけですよ、うん、男らしいんだあの人、うん、あの人とかいう、でもなんかああいうレオ君みたいな、うん、普段やっぱりちょっとこう平凡な感じのキャラクターというんですかね、ああいう子がすごい頑張る話ってすごい泣けますよね、そう、なんかアニメの話が結構本当にそういう感じになってて、
だそれもあって私はすごいレオくん好きだなっていうのが、そうそうそう、まあ、中の一つながりですけど新八が5年後に、分かる分かる、すごい活躍する、すごい分かる、あの時みたいな、あのさ新八戦えるようになってみたいなさ、あの向こう母親さ銀玉をね最初から見てると、あの最初は後ろで銀さん銀さんって言ってた新八くんが銀さんの前に立って、あの、うん、ね、敵と対峙で戦ってるところ見て強くなってみたいな、まさにそういうやつ、まさに本当に新八くん最近泣けますからね、本当もう新八くんが銀ちゃんの横で戦っているの見るだけで泣いちゃう、うん、本当に本当に共闘のシーンとかやばい、やばい、本当に本当にやばい、もう、うん、涙で見れない。涙で見れない。本当に。その時点で泣くから、ね、はい。もうね、ダメ。ここの二人銀魂のネタ振っちゃうとね、そのうち多分登場すると思うんですけど。とりあえず今あの第2回までの3回で、ね、そうね、ちょっと必ず銀魂はワードに出てくる。そうですね。だからうちらがね、その銀魂やるときはスペシャル回みたいな感じでやりましょって言っている。ね、あの好きなね、率がね、あの銀魂とワンピースはさ、ちょっと根が深い。ここ2人がね、そう、みんな根が深いから、うん、ちょっとそこはスペシャル回でやろうって言ってる。とりあえずね、はい、2、33回くらいまではね、あの普通にこう、普通にじゃあ次回ちなみに年内最後に、あ、そう、そうなるみたいね、そう12月は特番がある関係で、うんうんうん、そう12月はあれからあのいつも通りあの第1火曜日にやるんですけども、そうそうそう、12月ないから来月なんか特番的なのするの、あ、急にそういうこと、ここで、ここで話をする、え、もう3回目にしてどうなんだろう、あ、でもさ、あの年始がさ、うん、スペシャルでも面白いんじゃない、それでもいいと思う、それも全然いいと思います、なんかスペシャルばっかやってる番組みたいになっちゃうからさそうですね、どんだけ年内まではちょっと特定のアニメについて語りたいまあ語ってるけどね、毎回30分は特定のアニメについて語ってるんだけどさ、ほんと足りないですよ時間が、そうね、ちょ1時間じゃ足りないんだよね、だってリハ一人でやった時足りなかったでしょ、大変だった終わんねえって思って、はい、よく収めたよね、頑張った、うん、本当に、うん、さてさて、もう残り5分に、はい、はい、早いです ね、ありがとうございます、おりますけれども本当に今日もありがとうございますね、あのユースの方もショールームの方も来ていただいて、うん、ありがとうございます、お星様とかありがとうございます、ね、いちいち反応できなくて申し訳ないですが、うん、はい、もうとりあえずあのちゃんと2個目のコーナーが無事に、はい、あの最初できないかもって言ってたんで、引くって引いて喋るっていうのをね、ちゃんとできたから、そうそうそう、よかったよかった、全うした、ね、今日のさてさて、まあ、さてそろそろお別れのお時間も残り5分で近づいておりましたけど、はい、おや、なんか言ってる、ちょっと後で聞くね、うん、曲がね止まっちゃったから、はい、お別れの時間が早いね、まあ、近づいてまいりましたけれども、まだまだ話したいな、うん、じゃあちょっとなんかあの宣伝の方は、はい、今回はあります、ね、おない時がなかったけどね、そうですね、まあ、まずあのショールーム毎日やっておりますので、だいたいいつも夜なんですが、今日もね帰ってからやりますので、ぜひよかったら来ていただきまして、あとあの10月の来ていただきまして、はい、10月の10日ですね、あの昔の体育の日なんですけども、この日の夜10時半から、うん、FM 埼玉のレッツウェブというところでですね、アニドラファンタジーっていうあのラジオドラマ、あ、ラジオがやってるんですけど、うんうん、そこのゲストにあの私天海が出てきますので、うんうん、ぜひよかったらあのパソコンスマホから無料で聞けるので、はい、聞いてみていただけると嬉しいです、はい、はい、そして、はいはいはい、あの10月ね28、29に、はい、実は2人が今月末、そう月末なんですけども、うん、はいはい、私たち2人が朗読劇に出演させていただきます、あかねちゃんはね10月28日、はい、と私は28、29両方とも出させていただくんですが、はい、Go Wizard Boys アルカナというですね、うん、男性版プリキュアみたいな感じの、コメディーパート、コメディ見ましたよ、あの見た、え、見た、え、見ましたよ今、ね、あれはすごいですね、今ツイッターで流れているので、ぜひぜひ見ていただければと思うんですが、本当にまさにプリキュアだ、うん、男性版プリキュアだなってちょっと思いながら、そう、なんか本当にあのワンクールアニメ見てるような感じでドタバタしながらもちょっとハートフルな、そう、笑いあり涙ありね、そう、笑いあり涙ありのお話を繰り広げていく予定でございますので、はい、逆に気になるで私がね、あのそのプリキュアたちを変身する、はい、きっかけとなるマスコットキャラクターバトル役をやらせていただきまして、うん、はい、あかねちゃんがその敵役なんですけど、腹黒少年です。そう、少年役です。はい、そうなんです。はい、
で、10月28日29日、東高円寺、はい、葛藤さんにて、うん、はい、公演予定でございます、うん、詳しいことはですね、はい、アクアリアのホームページまたは、うん、遠藤マリエ個人のツイッター、うん、あかねちゃんの個人のツイッターでも宣伝しておりますので、うん、ぜひぜひまだまだチケットありますのでぜひぜひ見に来ていただければと思います。はい、お願いします。時に次回のプレゼンのタイトルも予告すると視聴者も予習できるのでは。なるほどね。なるほど。でもね、思ったんです、予習しちゃうとね、クイズ考えるのがすごく大変になっちゃう。ちょよりマニアックな。だから本当に より今回マニアックな、そう、今回みたいに絶対知らないだろうっていう誕生日とかになってっちゃうんで、そうするとどんどん ね、マニアックス。今日マジ奇跡の回だったから、ちょっと誕生日しただけなんで。そう、はい、なんか毎回ね、そのなんかみんなが知らないんだろうけど、うんうん、でもあんまりにもマニアックすぎると引くなって思われる。そのね、塩梅がいつも大変。まあ、そこはちょっとね、意外とね、進め出た時によう検討していきましょう。もしね、皆さんが予習が必要なのであれば、うん、今後ね、その方が楽しめるな。熊谷ちゃんは、うん、はい、こちら、熊谷はですね、はい、とりあえず次回のライブが10月の13日に下北沢ウェイバーで、はい、ございます、はい、で、ちょっとこの前、うん、レコーディングを実はさせていただきまして、はい、それを、まあ、引っ提げて、10月末23日から、うん、はい、まあ、3日間にわたって東北ツアーにちょっと行ってきますので、うん、すごいツアーなんてすごいな。つかさんと一緒のやつだ。あ、そうだ、そう、ね、そうそうそう、うん、行ってきますので、うん、まあぜひ地方でもし見られてる方とかいらっしゃったら、ね、うん、まあそちらもぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、なんだそろそろやばい、まだ大丈夫、まだ大丈夫、あと14秒、あと10秒それやばくない？じゃあいいや、喋ってる間に詳しいことはツイッターでお知らせします。はい、というわけでさあ、もう時間でございます。はい、ではでは、今回も、いっぱい探求してきましたけども、はい、来月も探求者タランコト、はい、タランコト、また来月も見てね。そこはテンション上げて言おう。というわけで、熊谷とアクアリアのアニクエラボでした。ありがとうございます。ちゃんと終わり練習しとくよ。終わり練習しとこう。新しい終わりの仕方だった、びっくりした。打ち合わせしてない、打ち合わせしてないことがね。はい、ってことね。狭い部屋で